謎解き、努力なくして接続なし、円蔵さんから受けたやつね。これいっちゃいましょうか。ニコさんレベル40だけど、あとサポート系はまあ、そんな厳密に上げなくてもまあ、出せなくはないわな。アタッカー的なやつをがっつり上げた方がいいけど。チップの接続をシミュレーションし、ターボのオーナー、円蔵の実験を手伝ってあげましょう。改めて私から説明。チップには色とサイズの違いがあり、同じ色のチップ同士しか接続できない。あなた様であれば理解できるだろう。チップを押すことができる。ああ、はい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 。なるほどね。並べればいいと。ああ、くっついていくんだ。ああ、そういう感じね。オッケーオッケー。チップを9つのスロットに詰め込んでくれ。3つの手順を踏むだけでいい。3つの手順。接続成功。これを押していけと。ステップ1はこれでいい。これはこれいけるパターンね。これいいかな。これでこの先行けばいいのかな。場所が決まっどこでもいいんだったらこれでいけるはずだけど、ここまでは難しくない。目標ポイントまで。あ、これ1個ずつか。これいいな。終わった？お、おお、おしゃれな、おしゃれな出方したの。まあ、くれるもんはくれるんだ。まあ、めんどくなくていいね。これは意外な収穫。何もないよね。今日が主の吉日やもしれぬな。全く戦うところとかないの？シミュレーションは順調だったのおかげで助かった。やっぱり机上の計算よりもダイレクトな可視化シミュレーションの方が効率的だ。このデータがあれば次のコンパチビリティテストが行える。うちの業務拡大計画も相当くなさそうだ。店長の円蔵は興奮した声でそう言った。ボップチップ接続シミュレーション実験完了。操作データログは依頼人円蔵の個人デバイスに送信しました。もし必要であればマスターは依頼人とデータの完成度を確認可能です。もちろんデータは完璧です。感謝には及びません。終わり？戦うの？戦う意味わからんけどね。戦うんだ。何のために？ 関係ないやんの。あ、遅かった。
でいいんだ。結構もうニコさん普通に使えるな。ターボをこの流れでいこうか。あ、深夜だからってこと？深夜だからだ。あれ、この…これで一休みできるわけじゃないの？家に自分で帰らんといけないってことか。で、お、アンビーさん。ああ、あったね、このくだり。ちょっと待って、これはまた別件でやろう。店の入り口でか、なんかいろんなことが始まってんだけど。カリン、なんか約束してたっけ？これ多分、信頼のランクアップイベントかな。ちょっと、円蔵さんのやつ先にやりたいなぁ。別件ですね、あれ。あきらくんじゃないね、ね、聞いた。家電修理って新事業を始めた円蔵おじさんの話、厨房機器なんかも直してくれるそうよ。うちのドライヤー、最近風力が弱まってるんだよね、見てもらおうかな。ヤニーばあさんから聞いたんだけどな。ドリーにこれまでの経緯を説明して説得した。振り向くと遠藤おじさんが店から出てきたところだった。シミュレーションデータの確認に来たのか。ログが完璧だ。互換性のテスト結果がよくね。どうしたもんか。俺の予想だが、このままだと旧型ポンプにしか対応できない。今日日この型のポンプは数が少ないからな。まあ、家電修理も絶対不可ってわけでもねえが、一体どうした。俺が出てくる前に誰かと話してるのが聞こえたが、誰だったんだ。ヤニバースさんが皿を受け取りにでも来たか。やらないと言った。ドリーがドライヤーを修理してもらいたがっていたと遠藤おじさんに伝えることにした。無言でうなずいてターボへと戻っていく。その後ろ姿もほんの少しわびしかった。もしかすると今後はこれまで以上にターボのお客さんになってあげないといけないかも。いや、それはでも円蔵さんが悪いよね。あれ、主演さんがいるな。あれ、いろんなやつがいるぞ、今この6分外に。アンビーさんのもあるし。お願いしたいことがあるんですっていう。待って、とりあえず1個ずつやろう。あ、始まっちゃったわ。じゃあアーカイブここで分けとこうか。